造访松江的第九天，今天傍晚一样要和七名同学见面，这么一来应该就能解开所有谜团，还有没重新读过的信。从背包中拿出信件，是用雨滴信纸写的，这是他寄给我的第九封信，邮戳是1月11日。我读起第九封信。年が明けましたね。マックス君は元気にしていますか？高校生活も残り少しですね。私の高校生活は辛い日もあったけど楽しい日もありました。当たり前ですね。いよいよ受験です。お互い頑張りましょう。マックス君と知り合えてよかった。離れていてもすごく近くに感じました。人と人の距離って実際の長さじゃないのかもしれませんね。今年もよろしくお願いします。海野彩。我读起第九封信，我当时是怎么回的呢？彼此都有着超越友谊的情谊。お客さん、大きとなりますか？对。春花小姐拿着包裹走进房间。荷物が届きましたよ。炸弹。ありがとうよ。收下包裹。布団を片付けさせてもらいますね。我们智子妹妹呢？今天不是智子来收呢？彼女はお休みです。いいね。そうか。春花小姐准备要收拾。我打开包裹，里面放着15年前的杂志《Teen's Queen》，获得15年前的《Teen's Queen》，订购15年前的《Teen's Queen》送来了，里面应该有三尊笔友的照片，是街上募集的可爱女孩单月版，翻看10月号，没有看出看起来像我笔友的女高中生也翻看12月号，这本也没有。咦，我明明订了3本，却只送来2本，放了一封信了。我读起信，该年的11月号，三鹰当地美少女特辑，并无库存。上面说11月号已经没有库存了，因为是三一美少女特辑，所以它肯定被刊登在这一号上面。それって夏江の子が通帳って話題になった雑誌ね。この辺りでたくさん売れたはずよ。そう？いるか。其实没拿到的东西还不少呢，还有11个道具没有拿过。春花小姐身边有没有人买了这本杂志？15年前でしょ？多分おらんと思うわ。もう少し若い世代ね。智子ちゃんならもうちょっとかもしれんけど。那今天休假吧，可以的话，我希望能尽快拿到杂志。难道你有11月号吗？私は持ってらんけど、近所の古本屋にあるかもしれんよ。旧书店。それでは、お気をつけて。はい。旧书店在哪边？旧书店。松冈站附近有许多店家，所以那里又有旧书店。旧书店。仔细环顾周遭，找到旧书店了。这里好像有许多书。就店门口摆放的书本，我正在寻找杂志。许多过去的流行书籍正待价而沽，陈列着许多流行书籍。这一带好像没有杂志，我在找杂志时，米老伯不能走出来。なんですかね。
这里有没有除了小说以外的书？ならこの道をまっすぐ行って突き当たを右ですわ。我不是要问路，我是在问这里有没有杂志。はいはい。文庫は右手の棚にありますよ。不是。我在找旧杂志。はいはい。今日は晴れちょますよ。不是啦，这里有没有杂志？はいはい、なんだ。芥川龍太全集ですね。不是啦。夏目漱石全集ですか？夏目漱石。看来这些店好像没有打扰，得开店。虽然去过好几间旧书店，可是都没有我要找的杂志。哎，先解把裤子吧。按错了。来到了神在庵，这间店最令人放松。三人走过来，有些哎，我看着盖章几点卡，只剩下公还没吃过，看着菜单。嘿，琵琶鱼干、赤贝生切片、照烧公鱼。你们有琵琶鱼干哦？酒のつまみに最高ですよ。不过，肉道虎牺牲当中并不包含琵琶鱼啊。赤贝生切片嘛，虽然看起来很美味，但是我想吃分量更大的。海外だとスタンプも押せないです。公鱼是什么样子？イカサギのことでやすよ。この辺りじゃ味のいいサギって意味で、甘サギって呼んでやす。看起来真美味，好，就给我一份照烧公鱼定食吧。嘿，甘サギの照り焼き定食を一丁。解决这些事件之后，便要启程回东京。如此一来，或许也不会再来这里了。我想在岛根再待久一点。哦，已经是最后一份定食了，细细品尝吧。我开始品尝照烧公鱼定食，甜中带咸的酱汁淋在圆滚滚又厚实的照烧公鱼上，十分入味又好吃，这滋味简直会令人上瘾。我迅速的吃完整份定食。原吉从厨房走了出来，谢谢招待，我已经吃遍肉道虎七珍，每一种都非常美味。今日も半額でいいで。今晚所有赢家会怎样呢？ことがあで、なんがとはまだ言えなんだ。为什么可以只算我半价？お告げだ。咦？夢にご先祖様が現れて、文の帝のことを聞きに来た客を半額にしろと言ったんだ。じゃあ、谢谢你的祖先。スタンプラリーの台紙は？拿出盖章几点卡，云集在盖章几点卡上的公盖印章，几点卡上盖满了肉道虎七珍，这样子我能得到什么奖品呢？新事故バッジを新定しよう。拿到了以肉道虎为题材的徽章。1999年モデルのプレミア付きだで。是超值正品啊！得到肉道虎徽章盖满印章的几点卡，走出店里。回到松江站，再次找找旧书店吧。去环顾周遭，杂物店吧，从外面看不太出来了。叫做小云堂的旧书店好像就在附近。来到了小云堂，我走进店里瞧瞧。虽然看起来又旧又脏，但是别有风情啊。小爷爷从店里走了出来，咦，这是老爷爷的店吗？今わしは機嫌が悪いんじゃ。帰ってごせ。让我在店里找找书吧。そうなら、わしの機嫌をどうだな。就算要逗您开心，我也不知道怎么做，感觉好麻烦。要做什么事才会让你开心呢？なら今日一日店番でもしてもらうか。我没时间看店。なんじゃ、自分から聞いちょいて、その返事は。对了，之前在大澡堂遇到老爷爷时，他好像说过想要某东西。
对了，我有这个东西，这是大林朝日的，我用旧名待在店里，送给老爷爷当礼物，当俏配，然后交给爷爷。レコードじゃよ。懐かしの大林朝日、感謝感激、雨あられじゃ。太好。若者、なかなか優しいな。好きなだけ店の中を見たわ。那么我就来逛逛喽。摆放着十五年前的 Teens Queen 十一月号，找到了。我看了价钱，上楼标价是一千万元。什么一千万元？别闹了。その本はわしの宝物じゃ。簡単には売れないんじゃよ。拜托想想办法吧。そうじゃな。どれだけこの雑誌が欲しいか語ってみ。その話にわしが感動したら譲っちゃうわ。只能照办。要说我有多么渴望那本杂志的话。就是这样。そぎゃんこの雑誌が欲しいだてて。お前さんはいいやつじゃの。感動したで。こう譲っちゃろ。得到十五年前的 Teens Queen 十一月号，收下老爷爷给我的十五年前的 Teens Queen 十一月号。为什么这本书是老爷爷的？ここにある本はすべてわしの宝物じゃ。虽然记不太久，不过谢谢你。我想说这个。先回房间看一下刚刚拿到的杂志。我回到了松江庄，这本书上应该有刊载她的照片。街上募集的可爱女孩单元中，刊出一名少女站在金店商店街身穿松江大典高中制服的照片。在金店商店街被拍到的就只有这个女孩，我的笔友大概就是她。我紧紧盯着她的照片，用 Max 的方式从他们口中逼出真相吧。染上暮色的肉道湖，既梦幻又美丽。她的同学们正在湖畔等我，七名同学齐聚一堂，看要先打他妈八大波八大天王的肉道湖西征全员到齐啊！口の減らないやつだね。五只五只。看我在众人面前揭穿是谁扮演文野雅明。这张照片是和信件的一起送来的，照片里的人到底是谁？其人都默不作声。照片中他所穿的衣服肯定就是松江大典高中的制服，换句话说，十五年前他曾就读松江大典高中，和你们同班。其人都默不作声。我找到了我的笔友，你们看这个。我让大家看十五年前 Teens Queen 十一月号上面刊出她身穿制服的照片。在街上募集的可爱女孩单元里，身穿着制服的女孩就是我的笔友，名字叫做吉冈，不会念。好，你认识她吧？ええ、そうよ。海のアヤを演じていたのは吉岡しおりよ。しおり。今天就说出一切吧，告诉我到底发生了什么事。しおりは娘を亡くした文野陽子さんのために文野彩を演じることになった。你刚しおり，しおり是为了痛失爱的文野陽子才去扮演文野，和我推测一模一样。事情はもっと複雑よ。他从很久以前就和文野先生很熟。私は詳しくは知りません。看来最好别误入别的事情。那么就把详情告诉我。私とシオリは海の教授に声をかけられた。すみません。ちょっといいですか。何ですか。私は大学教授をしている
文野直樹と言います。あなたに頼みがあるんですけど、話を聞いてもらえますか？ん？私の娘もここの生徒だったんですよ。私たちは音乐变得太快。話を聞くことになったの。那间气派的洋房是两层楼的木造建筑，有着三角屋顶。立派な洋館ね。素敵。私もこういうお屋敷に住みたいわ。ドラキュラが出てきそうで不気味よ。どうぞ。八人走进屋内，客厅摆着柔软的高级沙发，雪白的墙上挂着养子的肖像画。まるでヨーロッパの貴族の屋敷のようね。こういう生活、憧れちゃう。教授的妻子养子走过来。若いお客さんがいらっしゃるなんて久しぶりだわ。お子さんはいないんですか？ただも10年前に病気でね。自慢の娘だったでね。客厅内还有身穿洋装的文野雅弥的照片、奖状和裱框起来的报纸报道。綺麗な人だったんですね。浪浪看着关于雅弥的报纸报道。新聞で取材されたんですね。高校生 IQ テストで1位だって書いてあるわ。すごいじゃないですか。这个字到底怎么念？这个是中文有办法念吗？找找看。找干干木应该有吧。真的耶，找干干木可以找到这个字耶，说念作堪。要是念作堪耶，看看你。好的，这样就不用叫他干干木了，就可以念作堪和好姐妹看着杨子的肖像画。これ、お嬢さんが描いたんですか？コンクールで大賞いただいたんですよ。美人で成績優秀だったんですね。あやちゃんが生きちょった頃は楽しかったわ。ごめんなさい。私。杨子看着那幅画，不禁湿了眼眶。悲しいことを思い出させてしまって、ごめんなさい。杨子目不转睛的盯着，直盯着看。何ですか？あやちゃん、帰ってきたかね。文野教授走了过来。陽子、向こうで休もう。文野教授把杨子带走。しおり、あやさんと間違えたみたいね。就文野教授一个人走回客厅。奥さん、どうしたんですか？妻はあやを亡くしたショックで記憶障害になってしまったんです。しおりをあやさんと間違えていたみたいですよ。頼みというのはそのことなんです。どういうことですか？週に1回でも2回でもいいので妻の話し相手になってもらえないでしょうか？でもそれで陽子の気が紛れます。
音乐换回来，超奇怪的。文野教授の頼みを聞いたんです。菅小姐决定去当哑谜的替身吗？他不介意。替え玉だとしても、それが陽子さんのためになるなら、それでいいと考えていたんだと思うわ。可是为什么会开始交笔友？しばらくして、陽子さんは文通相手の募集記事を見つけてきたそうよ。なるほど。あなたしおりがドキュメンタリーに興味を持つようになったのは、あなたの影響なのよ。我曾经在信中提到自己看了一部讲述开发中国家的孩子们的纪录片，叫做《视角的黑暗》。就世界の医療事情を質問されましたよ。私は一緒にその映画を見た。所以十五年前到底发生了什么事？彼女が順番に話してくれる。后来他怎么样？あれから一ヶ月くらい経ってからですね。看图作 S H I O R I。攻杀小史尤利亚，我知道史尤利亚。然后还有人在教室内喧哗，女孩们则是聚在一起闲聊。这是高中下课时间随处可见的光景。眼镜仔正待在自己的位置上专心读书。メガネ君、ちょっと教えてもらえるかな？どうしたんですかね？开拿出笔记给眼镜仔看。この方程式なんだけど。田中看了笔记。わあ、すごく勉強してるじゃないですか。海野教授に勉強を教えてもらっているの。文野教授细心指导，坐在书桌前奋发图强的看。勉強を教えてもらえるのは嬉しいんですけど、ここまでしてもらわなくても。しおりさんが来てくれて、陽子は元気になりました。これくらいするのは当然です。はあ。音乐能不能统一一下？眼镜仔继续说着看小姐的事。后来他怎么样？言われなくても順番に話しますよ。自从他去文野家之后，附近的邻居们都以为是哑谜的鬼魂出现。彼女の成績はどんどん上がっていって、私は嫉妬しました。所以你才指称他作弊吗？自分の成績が落ちてパニックになってしまったんです。就只是成绩变好罢了，你反应过度了。怖がっていたのは私だけじゃない。みんな彼女が怖かったんですよ。我可以理解成绩第一的眼镜仔对分数进步的他感到恐惧，但这点和其他人无关吧？其人默不作声。有什么害怕他的理由吗？彼女見た目も別人になっていった。你是说外表也改变了？しおりはどんどん綾さんになっていったの。そして陽子さんの誕生日を迎えた。七人似乎回想起当时的光景。吉米同学一边闲聊一边吃着料理。バースデーパーティーまでやるとはね。いいんじゃない？こうやって美味しいものが食べられるし。デブみたいなこと言わないで。好姐妹和阿嘎笑嘻嘻的聊天。杨子显得很焦躁。どうしたんですか？なんだ着替え帳みたいなの。私呼んできましょうか。房门打开后，看走了出来。他和照片里的哑谜穿着同一套洋装，还留着一模一样的发型。きれい、あやちゃん。どういうこと？同学们都屏住呼吸，盯着宛如哑谜翻版的看。あれはしおりじゃない。死んだあやさんよ。姫ヶ森の姫の伝説だ。一度死んで美しくなって帰ってきたんだ。これって。取り憑かれてますよ。私、気味が悪いわ。
七名同学吓得动弹不得。原来还有发生过那样的事啊！普段のファッションも変わったね。おしゃれになったわ。フミノ教授が服を買ってくれたと言ってたね。あいつはしおりをアヤさんにしようとしたんだ。或许是受到期待效应的影响，他才越来越像两名小姐。来这边记个录。他本人对于扮演别人这件事有什么想法？僕は彼女の本心を聞きたくて。カラコロ工房に誘ったんだ。从卡拉考拉工房回家的路上，轻轻飘落的雪花在街景的照耀下，仿佛奇幻世界的风景。看和小胖并肩而走，小胖手上捧着两个人一起做的彩色玻璃油灯。楽しかったね。私も楽しかった。まだフミノ教授の館に行ってるの？時々ね。もうやめてもいいんじゃないの？でも陽子さんを放っておけないわ。本当はフミノ教授に会いたいんじゃないの？フミノ教授とのこと疑ってるの？だって两人之间的气氛相当尴尬。他们两人究竟是什么关系？他们两人实际上是什么关系？おかしな関係はないわ。しおりは陽子さんのために海の邸に行っていたのよ。デブが嫉妬しただけじゃない？それでも彼女は自分を見失っていたよ。哎，哎，哎。太懒了吧！迷失自己的理由。他为什么会迷失自己？僕を好きになったからだと思う。还是问冷静点的人比较好。他去文野家做什么？勉強を座りに行ってたんだと思う。后来他怎么样？以前の自分に戻りたかったから、卒業式の後に海の綾を抹殺したんだ。毕业典礼结束后，七名同学被叫到教室去。みんな適当に席に着いて。同学们全都乖乖坐下。みんなに挨拶したいの。別れの挨拶。刊登在黑板前。私はみんなとお別れです。七名同学默默地看着他。海の綾はこの世からいなくなります。さようなら。他拿出利刃，划开手腕，当场鲜血四溅，地上血迹斑斑，七名同学吓得不知所措。而他应声倒在血泊之中。浑身不舒服的小胖当场跌坐在地，他流出的鲜血往他坐的地方流去。これ、こっちにいるだ。看站起身，血和刀都是假的。海の綾は死にました。もうこの世にいません。私は吉岡しおりです。元の吉岡しおりです。自分はしおりだと言ったが、俺たちは素直に聞けなかった。気まずい関係は修復できなかったよね。以前のような仲良し8人組には戻れなかった。これが真相よ。为什么要隐瞒？こん
な話誰にも知られたくないでしょ。后来看小姐怎么样？国立大に合格して松尾を出て行った。他后来读了哪一间大学？私は国立の大学だとしか。他のみんなは？僕も聞いてない。私もです。進学先について話したことはありませんね。てっきりゆかりと同じ大学だとばかり思っていたから。他现在在哪里？知らない。多分ここにいる誰も知らないだろう。進学先だって詳しくは聞いてないんだ。ちょうど疎遠になっていた時期だからな。我总算明白十五年前发生了什么事。納得したならもういいですよね。これ以上何もないんですよ。忙しいので帰らせてもらいますよ。眼镜仔离开之后，其他人也纷纷回去。因为眼镜仔发飙，所以事情便不上不下的告一段落，宣告解散。我回到了松江庄，仍然不知道他的下落。第十一封信中提到他杀了人，那是什么意思？雨滴信纸。飛行機の便箋。造访松江的第十天，我已经不必待在这座城镇了。从背包中拿出信件，还有一封没有重新读过的信，是用飞机信纸写的。这是他寄给我的第十封信，由说是2月27日啊。我读起最后一封信。こんにちは、マックス君、元気にしていますか？私は普通の生活です。いよいよ卒業ですね。残り少ない高校生活、悔いの残らないようにしましょう。人って思っていることを素直に書けないものですね。勇気を出してその一言を書けたらいいのに、私はその勇気が出ません。ごめんなさい。海のあや。我当时是怎么回的呢？自己写说想与他见面，真是酸酸甜甜的青春回忆。すみません、お客さんですよ。猴子走进我的房里。喂，你怎么知道我住哪里？それくらい調べるまでもない。それより田中は来てないか？没有，怎么了吗？あいつ役所の金を使い込んでいたんだ。啊？人做出了那种事。何にしようと。知人にお金を借りて回っていたんだが、ついに逃げたようなんだ。他不会向素不相识的我借钱吧？あいつはお前の知りたい情報を持っている。それを売りに来たかと思ってね。这个路看来事情还没有结束哦，比我想象的还要复杂。挪用公款，眼镜仔到底把钱花在哪里？でも前々から金に困ってるようなことは言っていた。まさか役所も金に手を出していたなんて。我想知道的消息是看小姐的所在地，是看小姐的所在地。海の教授の所在だ。对哦，若是教授的话，应该会知道他的消息。みんなでメガネを探しているんだ。那么我也帮忙一起找。眼镜仔，我去的地方是哪里？我只要想到猫咪咖啡厅，应该就在松江站。
压根不知道眼镜仔可能会去哪里，也许会意外的在附近走动。嗯，那是站在伴手礼品店前面的男人被感觉像眼镜仔，真走运，眼镜仔就在眼前。眼镜仔走进了伴手礼品店，难道是要因为缺钱打算抢劫吗？我从对面收银机的眼镜仔后面叫住了他，面对了，喂，眼镜仔，这个人不是眼镜仔，而是别人。不好意思，我认错人，对不起。慌慌张张的走出店里，手机响，是猴子传来的简讯。我收到眼镜仔的简讯，现在转寄给了渡边。我查看转寄过来的简讯，我没救了。因此前，我想吃美味的料理田中。美味料理是什么？每间店都很美味。先从这间店找起。我走进神在庵，三名走了过来。いらっしゃい。我只是来找人的。我巡视店内，眼镜仔并不在里面，眼镜仔好像不在。当我要走出店里时，三名挡在我的眼前。何も食べないで帰るなんてダメ。我知道了，那就。ヤマタのオロチそばですね。毎度。三名走进里面。喂喂，我现在没时间吃那么多了，不过机会难得，就吃一下。三名端出八级大腿荞麦面。我要开动了。结果还是吃了八级大腿荞麦面。就算没那个心情也会吃的，是好生不对，现在不是休息的时候。又是猴子寄来的简讯，我说要眼镜仔的简讯，现在转寄给你渡边，这就是什么事？我想要转到最后简讯，我撑不下去了，想要人生的最后一刻欣赏松江的美丽风光，是松江城吧？要看风美景的话，就一定要来这里。从天守阁眺望外面的风景，松江的风景一览无遗，真是座美丽的城镇。可以明白小泉八云为何热爱这里。环顾四周，但没有看到眼镜仔、猴子、小不点、阿嘎、浪浪、小胖，还有石原小姐纷纷赶到这里。你们也以为他会在这里吗？猴子让我看了简讯。人生的最后一刻，我想回顾最美好的回忆中的场所，那个地方充满与你们的回忆。田中，大家互相看着彼此。眼镜仔回忆中的场所是哪里？高校から新事故じゃない。问问谁都只有水手说说笼统回答。换个方向吧，不是眼镜仔回忆中的场所，而是他喜欢的地方怎么样？いるところとか。市役所の裏に野良猫がたくさんいるのを見たぞ。眼镜仔会喂那些流浪猫吃饲料。彼は今日役所を休んでるの。わざわざ職場に近づいたりしないはずだわ。第一、私市役所の裏なんて行ったことないわよ。僕もだ。不行，看来这个方向有对。话说回来，既然全员到齐了，说到美丽的风景，里面还有很多别的景点。確かに松江には絶景がたくさんあるが、一つ選ぶなら松江城って決まってんだよ。常識？多分彼は私たちをここに集めるつもりで。あのメールを送ったんだと思うわ。なるほど。眼鏡仔似乎很希望所有同学们都能来这里。大家伙的高中岁月是人生最辉煌的时候，那么回忆中的场所应该也是。问大家有没有想到高中时曾去过的地方吧？有没有充满高中回忆又令人印象深刻的地方？高三の春にみんなで日帰り旅行に行ったの。出雲大社と日の岬神社。那边应该无法自杀吧？きっと日の岬灯台よ。为什么是那边？周りが断崖なんだ。肯定就是那边，我们去看看吧。来到了松江肉道湖温泉站，我们搭上一火田电车。車の方が早いんじゃないのか？あいつに死ぬ勇気なんてないや。俺たちを困らせたいだけだよ。昔からうざかったけど、人って変わらないのね。電車抵達了出雲大社前站。我们来到了日御旗灯塔，好像赶上。クラスメートが揃ったぞ。松江大場高校一の秀才だった私は、今人生にピリオドを打とうとしています。転落の人生です。情けない人生です。それを言いたくて
俺たちを集めたのか。人騒がせはやめて。私忙しいのよ。俺が捕まえてやる。猴子一步步接近眼镜仔。近寄ったら私は飛び降ります。猴子别过去。猴子停在原地。私は役所のお金を使い込みました。神様で300万円を工面しないと捕まります。それでもいいんじゃないか。捕まるくらいなら死を選びます。具体来说会被判什么罪？業務上横領よ。懲戒処分の上損害賠償を請求されるでしょうね。他都说成这样，该怎么办？みんなでお金を貸すしかなさそうだな。でも300万円よ。なんとかするしかないだろう。貸してくれるんですか？なんとかするよ。それじゃ生きることにします。眼镜仔走了回来，同学们聚在一起七嘴八舌的交谈。这举起奇怪的事情。あなたも少し出してくれない？为什么要我出钱？女神くんが死んだら、しおりを探す手がかりがなくなるのよ。可是我没有钱。どれくらいなら出せるの？你们是认真的吗？メガネが少しずつ返済するよ。100万円出せないかな？哪可能借他那么多？現金でなくていいんだよ。何か売れそうなものはないか？这个可以卖一千万了。啊，吉田卡送的超级徽章。我从口袋拿出挤满肉道虎七针印章，获得的肉道虎徽章。バッジなんて持って、お前は子供か？私は終わりです。あなたも吉岡しおりさんには会えないでしょうね。そのバッジをよく見せてもらえるかな。我拿出肉道虎徽章给他看。これは幻の信じ子バッジですよ。本当だ。これは高く売れるぞ。这东西很珍贵吗？終わりだよ。プレミア付きだ。私、高値で購入してくれる人を知ってるわ。今日中にお金に変えてください。できますよね。側近で買ってくれる。这里难道是？幼馴染がここにいるの。被你咬的那个吗？那个被你嘎的咬过的人。森田君、いるんでしょ？门被拉开了一条缝，圣田先生从里头探出。ここに入りたいなら、あれを見せて。話があるのよ。入るわよ。阿卡走进了研究所。咦，这样就能进去了？我跟在阿卡后面走进了研究所。我拿出肉道虎徽章给圣田先生看。你愿意买下这个东西吗？这是レアだね。这游戏人人都是击败人啊。不是，你知道，从实况开始呢到现在，我一直都觉得心里有什么看什么就是什么。我觉得主角人还不错，还不错，挺好的啊。想必各位呢很稀有啊。你要收多少钱才买下它呢？ガリの紹介だからサービスで80万だね。もう少し出してよ。それなら85万。我们需要100万。それは無理無理、絶対に無理。もう少しアップしてよ。それじゃ90万。これ以上は絶対にダメ。いいわ、それで手を打ちましょう。え、他10万元いい。それくらい自腹を切って。干。真拿你们没辙。我将徽章交给圣田先生，收下了贷款。破坏。我来到了 Waterworks。どうだった？总算凑到了。我将现金交给眼镜仔。持つべきものはクラスメイトです。我才不是你的同学。
虽然我很不悦，但其他新七人很心平气和。ここに集まると昔を思い出すな。あの頃は楽しかったわね。暗くなるまで話をしていたわ。リッチが話して、俺たちは聞き役だったけどな。ねえ、若かったわよね。年寄りみたいなこと言わないで。同学们都露出了欢欣的笑容。你们要就此放松心情也行，但我有事情想问你进展。何ですか？怖い顔をして。私はそういうのが苦手なんですよ。我是为了知道这件事情才来找你的，你最好全部老实说出来。你知道文野先生的所在地吗？知ってますよ。引っ越しの手続きで役所に来てましたからね。告诉我吧。海野さんは太田市の介護施設にいますよ。ねえ、みんなで海野さんを訪ねましょうよ。いいね。虽然有点无法释然，但总算知道文野先生的所在地了。我们转乘电车前往文野先生待着的护照机构，照护机构。对了，现在还剩下一个谜团：为什么第十一封信没有邮戳？考え込んでどうしたの？潘小姐寄给我的信只有一封没有邮戳，现在还没解开这个谜团。郵便局員が押し忘れたんでしょ？是吗？着いたわよ。这是一座盖在海岸边的照护机构。哎，一二三一，这是 Rose， 一二三一。文野先生就在这里，那么潘小姐也。在工作人员的引导下，我们来到了后面。坐在轮椅上的文野教授神情温和地看着。文野さん、私たちを覚えていますか？文野先生看了大家的脸。もちろん、覚えていますよ。文野先生，初次见面，我是和潘小姐通信。マックス君か。为什么你会知道？しおり君から。話は聞いています。彼女はずっと君を待っていたんだよ。潘小姐在哪里？彼女は昨日までここで働いていました。大家都很吃惊，露出震撼的表情。潘小姐现在在哪呢？昼の飛行機でアフリカに旅立ちました。嘎！那不会该非洲？那不会该非洲嘞，非洲！アフリカで医療スタッフのボランティアをやるんです。晚来了一步，如果能更早赶来的话。伝言を預かっていますよ。これ通り。しおり、何と言ってたんですか？辛いこともあったけど、高校生活は最高の宝物だった。みんな、ありがとうと。しおりに謝りたかった。しょうがないよ。もう日本にいないんだ。他在信中提到自己杀了人，你知道那是什么意思吗？おそらく文野邸の火事のことでしょう。发生了什么事？火事の原因は漏電です。彼女は電気の接触が悪いと言っていたのに、調べなかったのを後悔していました。原来是这样。しおりはずっとあなたに会いたがっていましたよ。我也好想见他。而且在电车上，我什么也无法思考，究竟何时才能够见到他？鲁鲁听说有五个结局，其中有 H A T T Y E N D。
加油鲁鲁 WWWW 干爆雷狗恶心在非洲结局。故事发生在台湾，他就会去非洲肯亚工作，然后被抓去中国了吧？大概。前往了非洲之后呢，我们还被暴雷狗捏了，干你妈！A B D C 一二三，谢谢一二三。结束。究竟何年何月，我才可以看到刊呢？刊，你的头衣。The end. The end.好啦，暴雷的不要理他，我还是爱你，鲁王万岁，波浪服，波浪服。哦，相较之下，你反而好像看起来可爱了一点了。我要去非洲找他啦，我不管啦。不管，我也要去非洲找他。我走在东京熙来攘往的人群中，回到东京的我，终于开了梦寐以求的事务所，并渐渐淡忘潘小姐的事。就在这个时候，说不出口的爱，活该没结果。奇怪，我怎么视线模糊？有人敲了事务所的门，豆豆打开门后，我的母亲就站在门口。妈妈，你怎么来了？我来送信，是我来给你送信。我从母亲手中接过了信件。好，妈妈拿来一封寄到老家的信，寄件人是。我看了信件的背面，上面写着寄件人吉冈刊，是用大象信纸写的。ご無沙汰しています。先日一時帰国した際に、海野教授から話を聞きました。其实都是 M A X 的幻想。根本没有 S H I O R I。Max 君，騙していてごめんなさい。私は海の綾ではなく吉岡しおりです。しおりとして Max 君に会いたかった。今私はアフリカの国々を転々としています。アフリカの医療はとても遅れていて、日本では考えられないような生活です。でも、私はここでやっていきます。みんなが頼ってくれるので、それを裏切ることはできません。寂しいけど、マックス君とは幻のペンフレンドで終わってしまいそうです。高校3年の時、私はまだ子供でした。今思い出すと後悔ばかりです。あなたの手紙は私の唯一の心の支えでした。一言お礼を言わせてください。ありがとう。そしてさようなら。吉岡しおり。他是王王木欸，不是干干木欸，赶快来看一下王王木怎么念。所以我们刚刚一直也是念错啊，也不是念过刊啊。怎么念？王王木是什么字？百度知道，第一个就是百度知道。起闹，看来是念作起啊。我看一下起打不打出来这个字。有啊，明明就念作琴。刚刚哪个地雷跟我说是看的？干你妈！
欸，不过刚刚看起来 就是像干干木啊，好像也不是大家的问题，显示上的问题吧。这个要回去看 mod， 回去看 mod 才知道，我们当看的到底是不是干干木。我记得我刚刚看到的是干干木啊，结果实际上是王王木呢，我敢呢。好，那应该是字面上面显示问题，跟大家没有关系，没事儿，没事儿。好，继续啦。再见，请多保重。我珍惜的收集信件。啊，嘎，原来只是梦一场。您还不知道故事的一切，已完成错过彼此路线，新增两种路线，缔结良缘路线，政府的阴谋路线，剩余结局四种，总共有五个结局，是不是？玩到了错过彼此路线，妈的，就错过了。信件部分新增了新的回复文具，以新增书简回忆选单，以新增新的时间。塔纳卡泰提克。塔纳卡泰提克吗？哦，干！所以你看，他有新的回复文具、新的回忆选单跟新的事件，就表示你第一轮没有办法打出其他结局吧，或者是比较不一样的结局，就是有一个结局是被锁住的，你一定要至少破过一轮。所以我现在过了这个结局，其实还行啊，酸酸甜甜的。Gallery， 如果能够做出松江的梦幻鸡尾酒，如果能找到下落不明的岛根当地吉祥物，如果能完成游戏中所有的路线，操妈的，啊不就他妈全剧情打出来才可以看到最后这一个。当女人的目的，所以我要从头开始啊。Option， 干你这家伙，活该卤蛇一辈子。Yukari、Siori 跟阿雅，难怪他们配音不一样的。干你才他妈活该赌蛇一辈子！操你妈的！始めから，请选择语音，阿雅或西欧里。啊哈哈哈！突然有点想哭，我要听西欧里。输入名字。是啊，所以我要从头开始打吗？能不能 skip？ 你这敢有 skip？ 有嘞，有 skip 嘞，略过已读。睡啦 ，skip。skip。はじめまして。龙仔啊，我看过呀。大哥加油，不要去非洲阿迪亚阿斯。阿迪亚阿斯。有新的，去当天来回的旅行，还真的有新的。干啊，这要怎么打？哦，我那个时候选都在看书，他会帮我框起来，人真好。听说第二轮开始可以司机普，赶快干死田中，找到女主吧。我是没有想要干死田中啊。那他这个有差吗？你相信有外星人吗？你喜欢运动，你喜欢旅行，是有新的啦。有意思吗？这个去当天来回的旅行，我喜欢造访从来没去过的地方。不知道要怎么出去玩，我喜欢去看各种活动表演。
记忆百趴存档，你懂的。哎耶！耶、yeah, ，被记录。哎，哈哈哈！略过，将剧情推至下一章。水啦！水啦！哎呀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 哎那他的那个吧，他的重点应该只会在最后吧。哦，又可以略过，错过彼此路线已完成。嗯，啊，我不就这样子选 skip 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 到最后他妈看一下结局就好了吧？太爽了吧！好的，为了大家的身体，我们决定明天再继续。我要试着把全结局打出来。得，已经要四点了。既然他可以这么简单的 skip， 我当然就 skip 啊！擦擦笔。我一定要想办法看到西欧里，受不了了。好，那明天有空的时候会再开台。明天晚上7点到8点有个工商，跑完之后会继续跑吧。或者下午如果我有精神的话，我下午也会起来跑。不过不要抱太多期待就是。好的，那今天就先到这边，感谢各位今天收看，再见。